寄せてもらったツイッターなどなど紹介させていただきたいと思います。ツイートね、もしかしたら君のがこれから見られてしまうかも。採用されちゃうかもなんで笑うんだよ採用されちゃうかも絶対ね、喋んない方がいいお前そのうち治ると思いますはい、無理して喋らないでください。はい、というわけで、ではじゃあツイート出せるかな。ツイートオープン、ドン。これ来たよ、白木さんありがとうありがとう。これが座長の衣装、ライトが似合う人なんかポーズめっちゃ決まってんね。なんか仁王立ちなんだよ、この感じ。胸張ってんね、うん胸張ってるといえばさ、なんかさ胸泣くね。昨日からね、ずっといじられてんのよ、なんかししらみにも胸が胸がとか言ってぺっちょんぺっちょんよな。あれ、おまるあれじゃない、ちょっといつもよりお胸泣くないか。もうちょっとあれやろ。いや、おまるはね、ちょっとね、押さえつけてる感があるから。なるほどね、そうなのよ。こうやって見る、でもおまるなんかいつももっとちっちゃい感じするけど、そうでもないのかな。こんななかった、もうちょいあるやろ。もうちょいあったかなおまる、もうちょいあった気がするぞ。もうちょいあるやろ。大丈夫、これマネキンの素体、男の子じゃない大丈夫かこれちょっと角度的にちょっとわかんないけど、横向きの写真があったじゃん、ツイッターで。もがれちゃったね。いやでもなんか今日ちょっと増えてんじゃないのみたいなアハ体験してる人がいた。幻覚を見てる人がいた。じゃあ今日はボイボイなんだ。いや、わからない君の目で確かめてくれるなって感じ。よろしく頼むよでもいいね、これは。いでたちが素晴らしい、ライトが似合う人だっていうね、嬉しいこと言ってくれてありがとうよ。自信ありげだもんね。そう、いいね、もういいよ、マネキンからも自信ありげなところが伝わってくるぜ。いや、ないのかな、もうこれ以上、こっから増えることないのかな。これからイタって呼ぶわ、おまるのこと。やだよ、まあ、そこまでじゃないからね本当の板の人に失礼だからえちゃんとか、じゃあ予備軍、いや予備軍ってなんで、板予備軍、ポ板、ポスト板って、ポスト板は違うね。次のツイッター、どうぞ。